こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。アメリカ軍と自衛隊との共同演習はすでに恒例となって久しいが、ここにイギリスも加わり、日米英というかつての三大海軍国が集う演習が実施されたことをご存知だろうか。まず1回目が2018年12月に、2回目が翌2019年の3月に、いずれも日本の南側にあたる太平洋上を舞台に複数の種類の艦艇や航空機、潜水艦が3国から参加して実施された。1回目は海上自衛隊の護衛艦出雲やイギリス海軍のフリゲート艦アーガイルや航空機がアメリカ海軍の潜水艦を追尾する形での対潜哨戒訓練が行われた。2回目には海上自衛隊からは護衛艦村雨と潜水艦や P1 哨戒機、イギリス海軍はフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍は P8A 哨戒機を参加させている。この2回目の布陣からは、海上自衛隊の潜水艦が仮想敵を務めたものと思われるが、参加した潜水艦の艦名が公表されていないあたりが、大異な緊張感を感じさせられる。折しも2018年の9月には時の防衛大臣が南シナ海での訓練に親潮型潜水艦黒潮を派遣していたことを公表し、さらに15年以上前から同様の訓練を行っていたと明かした。これら2回の非米英の合同演習や黒潮の南シナ海への派遣の公表が意味しているものとは、紛れもなく中国海軍に対する抑止力の誇示に他ならないだろう。アメリカ海軍にせよ、海上自衛隊にせよ、秘匿性が最大の武器とされる潜水艦を敵と見立てたこの演習が、いかなる結果だったのかは非公表だけに非常に気になる部分だろう。ことに静粛性という点では、世界でも指折りの性能だとされる。海上自衛隊の潜水艦が、米英の対潜哨戒網にいかに対処したのかは機密と分かっていながらも、興味が尽きない。さらに言えば、1回目の演習にも、海上自衛隊の何らかの潜水艦が参加しており、アメリカの攻撃型原子力潜水艦との見えざる攻防を繰り広げたのではないかと想像してしまう。中国海軍は通常動力型はもちろん、原子力の攻撃型潜水艦も戦略型潜水艦も多数を就役させているが、尖閣諸島沖で海上自衛隊からの追尾を受けて浮上するという一幕もあった。これなども日本は艦艇や航空機による哨戒行動はもちろん、領海内に張り巡らせたケーブル網で例の潜水艦が母港を出港した直後から探知されていたとも言われている。もはや単純な数の上では太刀打ちできない海上自衛隊が膨張を続ける中国海軍に対して有しているのは、この潜水艦による防衛網だと言っても過言ではないだろう。世界一の戦力を誇るアメリカ海軍は、こうした攻撃型の原子力潜水艦もさることながら、波の一国の航空兵力にも相当する大型の原子力航空母艦を12隻も保有している。70機から90機もの艦載機数を誇るこれらの大型原子力空母の攻撃力は桁違いだが、そのコストや使用、設備のノウハウなどを考慮すると、
保有可能な国は限られてくる。中国も遼寧に続き国産航空母艦の建造を推進しているが、カタパルトに代表される高度な技術的な問題からまだ実用化には時間を要するようだ。海上自衛隊では護衛艦いずも加賀の航空母艦化が決定したが、これは F-35B ステルス戦闘機の存在なくしては実現しなかったのではないかと思われる。F-35 はアメリカ製の第5世代戦闘機であり、通常の滑走路仕様の A 型、短距離離陸垂直着陸仕様の B 型、航空母艦のカタパルト対応の C 型の3種類がある。このうち日本では、A 型と B 型の導入が決定されており、ことに B 型は、およそ250メートルの距離があれば離陸可能なため、護衛艦いずも加賀の航空母艦化を促進させたと言えるだろう。F-35B ステルス戦闘機は、敵のレーダーに探知されないステルス性から、中国軍に押されつつある空域での日本の優位性を担保する存在だと注目されている。また、デメリットとしてステルス性を重視したゆえの航続距離の短さが挙げられるが、今回護衛艦いずも加賀に搭載とすることで必要な海域に移動できることとなるだろう。先の海上自衛隊の潜水艦は海のステルス兵器、 F-35B ステルス戦闘機は空のステルス兵器として中国軍に対し数量では劣る現状を覆す切り札的な兵器だ。もちろん不幸な墜落事故は発生したものの、先行して実戦配備中の F-35A ステルス戦闘機もこうした一連の新兵器の中で今後は中心を担うものとなっていくだろう。ただし、すでに一部では現在のステルス技術もそのうちに探知可能なレーダーが出現すると指摘されており、早くも第6世代戦闘機の無人化なども開発が始められている。相伴、軍事兵器の分野でも AI を搭載した無人兵器が登場してくるものと思われるが、幸いに電子技術で中国軍を西側が上回っている間にこちらの実用化にも期待したい。とにかくこの潜水艦は探知されにくい。中国が仮に合同訓練を監視していても双竜型を見つけるのは難しいだろう。ひょっとすると米国や英国ですら気づいていないだけでそこにいたかもしれない。潜水艦がいるかもしれない海域に艦艇が進出するのは自殺行為であるかもしれないと思わせるだけでかなりの抑止力になる。1982年のフォークランド紛争の際、英原船コンカラーがアルゼンチン艦隊の巡洋艦一隻を撃沈した後、艦隊は大西洋に進出できなくなった。現代において潜水艦は空母と並ぶ主力艦なのである。潜水艦の話が長くなってしまった。日米英合同訓練の話に戻すと、今後もこの組み合わせは強化が進むだろう。英国だけでなく、フランスやオーストラリアといった国々もそうだ。すでに、これらの国は、北朝鮮への経済封鎖監視任務のため太平洋に展開しており、その際必ずと言っていいほど、海上自衛隊と合同訓練を行い、また、日本寄港時には一般公開されることもある。
広報友好親善もまた海軍の重要な任務だ。